はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。堀口教授敗因は石渡塾長だったについてです。元谷勇樹、斉藤豊と格下と言っていた相手に KO 負けするなど石渡塾生が苦戦しています。そして今回堀口教授選手もその呪いを受けてしまいました。石渡塾長がツイッターで堀口教授応援塾長に今だけ就任しますとつぶやいたのです。そのおかげで堀口選手は負けたのでしょう。次のニュースです。マネルケープ工事課についてです。 UFC において1ラウンド KO 勝ちし、これで2勝2敗1デブの5分の戦績とし、辛くも契約をつかみ取ったマネルケープです。しかしインタビューで次の戦いたい相手は誰だと聞かれ、誰でもいい、俺はチャンピオンになる男だと2勝2敗1デブで辛くも契約をつかみ取ったにもかかわらず大口を叩いていました。どうやら工事化してしまっているようです。次の対戦はフルーツサンドを食べすぎて2回目の体重超過で失格、リリースされるでしょう。次のニュースです。 K1 王者スマホを見ながらインタビューの失態です。 K1 元王者木村フィリップミノル選手が敗戦後のインタビューで大失態を犯しました。記者の方にインタビューされているにもかかわらず、インタビュー後半からはスマホをいじりながら適当に答えていました。禁止薬物疑念があった木村選手ですが、禁止薬物以前にファイターとして失格でしょう。まだ次はどこで戦うか決まっていないようですが、奥様の松本コンチータと無敵レーベルで寝技で試合するのではないでしょうか。次のニュースです。朝倉海、原宿で恥さらしについてです。朝倉海選手が原宿で朝食ミルクと一緒に歩き、声をかけられるかどうかという動画を撮っていました。そして普通に原宿で歩いていても誰も声をかけないという恥さらしをしていました。そこでしょうがなく原宿のど真ん中で大声でモノマネをするなど、人を集めようやく声をかけられました。やはり場所柄原宿は難しいと思います。春日部のイオンモールあたりで朝食ミルクと二人で漫才すれば人はわんさかと集まるのではないでしょうか。次のニュースです。オギチャンネル快挙達成です。斉藤豊選手が自身の YouTube で視聴者人気動画ベスト5について話していました。そこにはルタを食べる動画、自転車を買う動画、軽量の裏側の動画などが紹介されていました。また浜崎選手やアミマさんが出た回が好評だったようです。そしてオギチャンネルと頑張ってカメハメハした動画は一切振られていませんでした。さすがのオギチャンネルです。塩ファイターぶりを見せてくれました。次のニュースです。平本蓮快挙達成です。平本の蓮くんがコロナ禍の中よ、どうやら無事に日本に着いたそうです。一安心です。以上となります。それではさよなら、さよなら、さよなら。